日本電信電話公社、日本電信電話公社、日本電信電話公社、英称、日本テレグラフテレホンパブリックコーポレーションは、かつて存在した日本電信電話、公社関係法令による、広報上の法人。現在の日本電信電話株式会社、NTT、NTT グループの前身である。略称は、電電公社、 往年ののの参参考考後現一つ。千八百六十八年、明治元年、官営による電信事業が病議決定され、翌千八百六十九年、明治二年に東京と横浜間で電信サービスが開始された。その後、千八百七十六年、明治九年にベルにより電話機が発明され、翌千八百七十七年、明治十年に、 工部省が電話機を輸入して実験を行い、電話機の国産化に着手した。1890年、明治23年、停信省により、東京市、横浜市、及び東京市と横浜市間において、電話交換サービスが開始され、電信、電話は、同省の下で運営管理されることになった。1943年、昭和18年、 停信省と鉄道省を統合し、運輸通信省が設置され、電信、電話の事業は、運輸通信省の外局である通信員が所管することになった。その後、1945年、昭和20年、運輸通信省の外局であった通信員は、内閣所属部局として、停信員となった。太平洋戦争後の戦災による、電信、電話設備の復興を目指して、 電気通信事業体制の再編が行われた。廃線直後の1946年、昭和21年に、停信員を廃止し停信省に格上された。翌1947年、昭和22年には、国際無線電信、電話設備の建設と保守を事業とした、国際電気通信株式会社が、GHQ の財閥解体指示により解散され、停信省に、 同社の国際通信設備と人員が移管された。これにより、低信省は国内国際電信電話事業と設備を所管するに至った。1949年、昭和24年、低信省は郵政省と電気通信省に分割され、国内国際電信電話事業とその設備は電気通信省が所管することとなった。 その後の電信電話業務の拡大と、電気、通信事業の企業的効率性の導入による、さらなる公共の福祉に役立つ運用を行うため、1952年、昭和27年に、広報上の特殊法人として日本電信電話公社が優勝の外閣団体での形態で設立された。設立の審議の過程において、国際電話業務を分離し、 特殊会社とする案もあったが、電気通信大臣であった。佐藤栄作が過去の例で国際電信電話に監視設備保有の会社があったが、電気通信省の管理者としては積極的な検討はしておらず、今日のところは国家的な使命を達成する意味において公共企業体の程度にはぜひとどめておきたいので、公共企業単以降への準備を進めている。と述べ、 国際電話の別会社化について審議を並行し続ける形で同行者が国内と国際の電信、電話業務を所管することとなった。資本金は電気通信事業特別会計の資産と負債の差額182億円余りとされ全額政府の出資金とされた。その後、沖縄が日本に返還された1972年、昭和47年に 琉球電信電話公社の資本金1億円が追加し出資された。また、国際電信電話業務は同行者設立の翌年1953年昭和28年に国際電信電話株式会社法による特殊会社として設立された国際電信電話株式会社に移管されることになった。1985年昭和60年に 公衆電気通信法は電気通信事業法に改正された。これにより、同行者の民営化と電気通信事業への新規参入、及び電話機や回線利用制度の自由化、端末の自由化、通信融化が認められた。同行者の民営化までは、国内の通信、電報、専用線など、通話、電話業務を単独で行ってきた。 これに伴い、1987年、昭和62年に、第二伝連、日本テレコム、日本高速通信の3社が長距離電話サービスに参入した。電話事業の独占的環境にあった、量的拡大の時代は、競争環境下における質的、高度化の時代というステージに移行した。なお、民営化の際、地方では、電話局が廃止、 無人化されるのではないか、過疎地で電話が利用できなくなるのではないかといった反対意見が出された。同校舎が業務としていた公衆電気通信は、1953年8月1日、施行された公衆電気通信法により、日本電信電話、公社及び国際電信電話株式会社が駅務とすることが、自明のものとして定義されていた。 公衆電気通信駅務を電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信のように供することと定義した上で、電報の種類、電話の種類のほか、料金そのものも条文中で定められていた。事業内容は日本電信電話公社法3条により公衆電気通信業務及び付帯業務とされている。この業務は 電話サービス、電信サービス、電報、加入電信、データ通信サービス、専用サービスに対別される。電電公社は、事業年度ごとに、予算を郵政大臣に提出し、閣議決定、国会の議決を経て政府から成立の通知を受けた。また、決算期につき財務諸表の承認を受けた。一方、資金の借り入れのほか、政府保証債である、電信電話債券、 電電債、電話化に有権ではないの発行を行い、政府の貸付や債券引受け、国庫余裕金の一時使用、さらには外貨債務に係る債務保障が認められた。電電公社の英文略称は NTT である。NTT という故障は民営化の時に作られたものではなく、公社時代からすでに使われていた。なお、 現在の NTT のロゴマークなどは民営化時に作られた。ちなみに民営化以前の1980年代前半に NTT という略称が CM で使われていたことがある。それと同時期にもっとわかり合える明日へ。それ以前は電話の向こうはどんな顔のスローガンが広告媒体で使われていた。電電公社の経営は経営委員会のもとに 総裁、副総裁、理事、幹事のメンバーで行われていた。電電校舎の公式マーク、校舎称は、電報、テレグラフと電話、テレホンの頭文字である二つの T で円を作り、中央の空白部で、サービス、サービスの頭文字である S を表すデザインがあった。国土地理院制定の電話局の地図記号にも使われたが、 民営化翌年の1986年、昭和61年に廃止された。更新の特殊会社日本電信電話ほか、NTT グループは車掌を新しく制定し、この校車章は廃止されたマークとなったため、危機等に表示された。それも、更新と同時に逐次を置き換わっていったが、それでも21世紀に入った後もマンホールの蓋など、耐久性の高い物品にはこの校車章の入った。 物を見かけることがある、右写真は一例。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。